知らん。これ確かにウニの味するけど、濃い。すごいこのあの競技っていうの納豆あの、うん、納豆のタレ入れて混ぜんかったらもうこの横のこの何この器が吸い取ってしもうちゅうだからこの納豆の水分も余分な水分を吸い取っていい状態に保ちゅうがやろうね、うん、この入れ物がええ納豆なんやねこれやっぱり。調味料もあるよ、やっぱり。それあるの、なんでも。コーヒーね、ついていきたい。うん。で、いつもこの中もパンパンで。うん。汗かいちゃったのに、あれ入れすぎやった。うん。ちょっと空いてきてね。うん。まあ、ここの一品が美味しい。うん。ほんでね、手目との関係があるんで、とってね。うん。ほんまに甘い。取るんだもん、言ってみたら。うん？取るんだ。ゆっくり俺が食べてしまう間に食べてしまいよやん。もうないよ。俺食べてない。これすのもやめ。ゆっくりもね。すのも。これが美味しそうな。うん。けどこれ開けられんだ。ね。え、開けや開けや。何の？うん。欲しいもん食べたよ。今度開けたら長いことなかったよね。今の気温では、うん、まあでも今度で食べてごらん。美味しいわね、体が、うん、あ、うん、美味しいよ。ささみはどんな人、こういうふうにところからよね。うん。うん、これ酸っぱい。梅がものすごいついた。男梅ふりかけ、それは美味しい、俺好きやもん。うん。お茶がうまいこと、あの、出来中。明日はね、うん、ベーコンを巻く、ベーコンをアスパラ、うん、ある時でね。お弁当。うん。もういや、もう落ち着きますから、何回もやった。卵焼きどうやった？まあ、美味しかった。めっちゃうまいわ、うん、うまいこと湧いちゃう。お茶瓶の中に置いて
お茶瓶のな、うちからの、茶渋真っ黒かったのに、ね、あれで持ってた、郵送で本当に大きいお金だから、何とか何とか思いながらよくあって、あったりして美味しいのがね、ね、だし、この船で本当に火を火を通してて、自分が火を通して。お茶は美味しいなことぐらい。わかるもんやな、お茶の味と、これ真っ白になってる、全然違う、うまいうまい。どうした、はい、美味しかった、ちょっとごちそうさまです。おトマトでしたね、はい、おトマトでしたね、はい。どういうこと、なんて言ったらいいんじゃ。いや、結構でしたよ、結構でしたよ、あ、はい。